こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は懸垂とラットプルダウン、どちらが先かについて解説させていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日は懸垂とラットプルダウン、どちらが先かっていうお話なんですけれども、先日ちょっとお客様の方から懸垂とラットプルダウン、どっちを先に鍛えたらいいですかっていうお話があって、先っていうのがですね、懸垂をやってからラットプルダウンをする、その背中のトレーニングの際の、順番っていうことと、もう一つですね、懸垂とラットプルダウン、どちらの方が、トレーニングをする上で、先に、覚えるといいますか、できるようになった方がいいですかっていう、質問、この2通り、質問があったので、今回動画で、回答させていただきたいと思います。どっちがいいっていうことは、すいません、一概には言えないっていうのが、一応結論になるんですけれども、今からですね、どういったタイプの方は、どちらの方がいいっていうような、私なりの見解をお話しさせていただければと思います。まず、懸垂とラットプルダウン、この大きな違いっていうのがですね、負荷です。かかってくる負荷が、懸垂の最低負荷っていうのはもう自体重になりますので、男性の方でしたら、60キロ前後ですね、あるかと思います。もうそのスタートが、その負荷がかかりますので、非常に強度が強いと。懸垂とラットプルダウンの大きな違いですね。ラットプルダウンは筋力に応じて負荷を設定できるというところです。で、鍛える部位なんですけれども、それ目的によって、違ってくると思うんですけど、一般的には背中の広背筋を鍛えるっていうのが目的の方が多いと思います。どちらの方を先に、優先的に鍛えればいいかっていうところなんですけれども、まず、初心者の方っていうのはラットプルダウンでですね、基本的な広背筋を鍛える、フォームですねを、習得してから、懸垂にチャレンジしていただくというような流れが、いいかと思います。懸垂なんですけれども、懸垂はやっぱり非常に難しいです。状態がですね、不安定、でですね、やはりもう様々な筋肉も動員します。筋力も必要になるので、広背筋をうまく使って体を持ち上げるっていうのは、全くね、筋トレされてなかった方、初心者の方は非常にですね、難易度が高くなりますので、そういった方はまずラットプルダウンで広背筋を使っているこのフォームを習得していただいて、それを懸垂で行っていただくっていうような流れがいいかと思います。っていうのはですね、私なりの考えなんですけれども、ラットプルダウンも懸垂も基本的に鍛える部位っていうのは広背筋を狙います。ですので、どちらも同じようなフォームで、行えるっていうのが、非常に重要だと思います。懸垂をするときにフォームがね、崩れてしまうっていう方は多いと思うんですけれども、どうしてもね、肩が上がったりとか、腕が先に疲れちゃうとか、どうしてもそういうふうなことが多く、現れてきやすいのが、懸垂のデメリットでもあると思いますので、まずそういったところのフォームの習得で、順番を考えていただく。それに慣れてくれば、次に意識していただきたいのが、懸垂のフォームをよりラットプルダウンに近づける。懸垂とラットプルダウンの、同じようなフォームで懸垂を行うっていうところは非常に重要になってくるかと思います。ですので、ある程度ですね、ラットプルダウンで、ある程度の体重の重りぐらいまで、広背筋を使って引く感覚が得れるようになったら、懸垂にも、チャレンジしていきながら、懸垂で、広背筋を効かすフォームでトレーニングを行っていくというような、段階で使い分けをしていただくというところは重要になります。で、ある程度のフォームが習得して、広背筋にも、負荷が入りやすくなったという状態になれば、トレーニングの、
種目を選ぶ際はですね、懸垂をしたりラットプルダウンをしたり、私自身もですねある程度その日によって何をこう順番に持ってくるかで、変えてトレーニングを行ってます。ただまあその中級者の方で懸垂とラットプルダウン、まあ、両方されるっていう場合は極力ですね負荷が強い、懸垂をまあ1種目目に選択していただいて、ある程度ですね懸垂をもう3セットぐらい行うと広背筋疲れてくると思いますので、まあ、そういった形で2種目目等にラットプルダウンに設定いただくことで、まあ、負荷を調整して、まあ、さらにですね広背筋を疲労させるっていう形でできますので、まあ、そういう種目の選択もしていただくといいかと思います。重複するんですけれども、まあ、基本的にこのトレーニングの目的にもよるんですけれども、懸垂とラットプルダウンというのは、まあ、広背筋を鍛えるこの目的であれば、まあ、最終どちらを選択していただいてもいいかと思うんですけれども、まずまあ初心者の方はフォームを習得するっていうところから、中級者になれば、懸垂で広背筋に効かせるフォームっていうのを習得して、まあそれにも慣れてきたら、まあその日であったり周期であったり種目を選択していただければと思います。というわけでですね、今日は懸垂とラットプルダウン、まあ、どちらを先に行えばいいかっていうことについてお話しさせていただきましたが、極論はまあどちらを先にするからどうっていうことは、まあ、答えはやっぱり一つではないと思いますので、まあその目的によってですね使い分けていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセールのご案内を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。